チさんです。イタチさん、ブリーチして金髪になると、もうね、今まではね、保守的なね、黒髪だったんですよ、ずっと。うん、確かに、ずっと黒髪やった、ということで、いや、ただ単に、まあ、気分転換したいから、それまではできないけどな。気分転換で、転換間違ったはい、ということで、今日はイタチさんの髪の毛をブリーチしていきたいと思います。うむ、さあ着替えてまいりました。汚れても衣服に汚れてもいいのこれあ、もう別にいいかな、パジャマなので。さあ、今回使うのはこちらです。ビューティーのブリーチ、カラー前などにしっかり脱色ができるブリーチということで、まあ、今回金髪にしようかなって言ってたけど、最終的には他の色を入れたいそうなので、これでまずブリーチして色を金髪にして、上に色を入れるという感じでやっていきたいので、こちらでブリーチをしていきたいと思います。真っ黒ではない、ちょっと赤茶色っぽい感じ、じゃあそれでいこう、きます。全然足りん。どうするよ。ちょっと足りなかったので、こちらを使います。エピラット。くっそ。こちらは脱色クリームです。敏感肌用で、体用です。私は眉毛に使ってるので持ってました。どうも。一番大事なのはこの辺かな。さあ、塗り終わったので、ここから30分待ちます。30分が経ちました。キレクついてたところはすごい色が抜けて明るくなってますが、どこのサイドのところがつけ方が足りなかったのか少なかったのか、黒いような感じがしてます。ということで、一回シャンプーをしていきたいと思います。 OK ですか？はい。流すところ取るんよ。取らなくていいからしい。はい、どうした？いってらっしゃい。はい、30分放置してシャンプーをして乾かしてきました。どうですか？金髪ではないな。でもかなり明るいし、なんか思っとったよりも色がちゃんと抜けてる。まあ、若干この辺は暗い気もするけど、髪の毛強い？もしかして。うん、一番最初襟足から染めたんですけど、この襟足の方がすっごい明るく見えます。ということで、今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価、そして次回の動画もご覧ください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。私の髪の毛どういう色になるのかしら。